厚木警察署は神奈川県警察が管轄する警察署の一つである。署員数300名以上、相模方面本部例下、第5方面に属する県内有数の大規模警察署であり、署長の階級は警視制。識別署所,所属表示は GG。県央の中核都市、厚木市街地から西部の山間部までの広範囲を管轄している。 110番指令件数は元より、館内は大和・相模原両所館内と並んで、犯罪発生率が高く、多数の主要幹線道路が集中しているため、交通事案も多い。当初に属する本厚木駅前交番の取扱い件数は県下でも屈指である。館内居住人口はおよそ27万人。当初には警備部直轄警察隊も配備されている。 また他の神奈川県警察施設として、管轄区域内には、県北西部や湘南地域を受け持つ交通部、第二交通機動隊の本隊があるほか、東名高速道路厚木インターチェンジには、高速道路交通警察隊の厚木分中所並びに、県王道に、相模分中所が設置されている。管内には、指定暴力団山口組系組事務所が存在する。平成十四年以降、 繁華街等における街頭犯罪抑止対策のため街頭防犯カメラを運用している神奈川県下で数少ない警察署の一つ。庁舎の老朽化、共愛化及び度重なる増築による複雑化のため2018年12月に新庁舎へ移転した旧庁舎宮ヶ瀬駐在所。ありがとうございます。